はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の後藤でございます。連休真っ只中の中、お勉強されるに来てるわけですからね、大変だと思いますけれども、ちょっと私も遊び疲れてですね、喉が今ガラガラになってますけれども頑張って、こういう1時間ですけれどもお付き合いいただければよろしいかなと思います。一応このレジュメ、これですね、一応見ていただければと思うんですけれども、まあ、たった1時間で分かる事例解法3つのコツということなんで、ただ1時間でね、コツ分かっちゃったら、レックの売り上げにならないんでね、まあ、勘のいい人は、ああ、これでいけるかもなと思われる方いらっしゃるとかもしれないんですけども、基本的にやっぱりトレーニングしていただかないとやっぱりきついと思いますよ。コツ分かったんだけど、実際にそれを点数に結びつけていくっていうのはまたちょっと別のものだと思うんで、まあ、実際の事例に取り組むだとかね、いうような形で、まあ、今後レックのこう直前対策講座を、まあ、利点に言えばご紹介するというのが最終的な我々の目的になるんですけど、一応このパンフもともとにあると思いますけれども、一応これからお話しするコツに関してはですね、レックの場合どの講師も大体共通の視点みたいなのを持って二次の事例には向かっています。ただ後藤は後藤だとか、金城さんは金城さんとか、立花さんは立花さんとか、それなりのこうアプローチの仕方の個性が出るんですけれども、基本的には狙っているところは同じです。それが3つあるということですね。まあ、このレジュメにはちょっとはっきり書いてないんですけども、こちら の8月12日の後藤の、こっちの文章の方がちょっとうまいんですけどね、3つあって、題を取り違えないこと、これが1つだと、出題の意図ですよね。から2つ目が回答密度を高めること、から3つ目が分かりやすい文章を書くことだと、まあ、はっきり言うとこれにつきます。で、基本的にはどの講師もこの3つをどうやったら身につけることができるかということでプログラムを組むわけなんですけれども、まあ、これを1時間でちょっと皆さん方にそのコツの部分をお話ししていこうかなと。で、あとはもう具体的にどういう教材使ってどういう時間の割り振りやって、で、何を主に持っていくかっていうところを、で、違いがあってそれぞれの講師の講座が成り立っています。まあ、レック の, オーソドックスなベーシックの講座というのはこれは全部入ってますから、それ取っていただければオールインワンで、実現できるということは確かなんですけどね。ただやっぱり単価ちょっと高くなりますからね、まあ、そういう意味では自分の強み弱みを分析して、あ、ここだけちょっとピンポイントで抑えようかなと思ったら、いわゆる単価の取り方みたいなのもよろしいんじゃないかなと。まあ、後で、終わったら少し残ってますから、その辺のアドバイスもできるかなと。で、私が9月15日にやるこの後藤の単価の狙いは何なのかというと、切り口です。はい、まあ、要するに何を問われているかよく分かんないときにどうやって切って、その回答に結びつけていくかというところ、まあ、ここが一番悩ましいところなんですけどね。特に事例の1とか2でそういうのが起こってくるということなん で、事例の3というのはそんな曖昧な問題は出ませんから、基本的に、はっきりしてるんですね。で、試験に合格する人のタイプ、一言で言うとですね、財務の第1問と2問を確実に取る、経営分析と CVP です。必ず出ますから。大体50点レベルで出てます。ここ取っちゃう。しっかりと。それで時間がもう半分以上過ぎちゃったら、他やんないで帰ってもいいと。帰ることはないと思いますけどね。あとはね、8点取るといいんですよ。で、なんとか60に持っていけたら、かなり強みになると思いますね。で、3問っていうのは、大体投資分析ですから、これはもういたずらかけてきますんで、時間かけてこの3問からやっちゃうと時間アウトになっちゃいます。うまくいってパス していいんですよ。で、大体が NPV ですから、賞味現在価値がプラスで、この投資はやるべきだって書いて、計算しなくて買えるという点もある。破点はもらえます。
ただあまりにも計算が空欄だとね、格好悪いから、それなりの数字は書いてくると。これは頑張る。残った時間で。あとの一問は企業価値とデリバティブ。何が出るか分かんない。でこの二つで大体50点近く、あるいは45点ぐらいになる。これの破点を取る。うまくいけば8割取れます。事例4で80取れると大体合格です。他の科目に20点配布できますから、そうすると1科目50点から55点でいいわけで、よく考えたら50点取れるよな。取れるよねさって実感わかんないよね、うん。結構取れますよ。次に確実に点狙えるのは事例3です。これはあんまりいたずらかけてきませんから、出題者が。で、大体、その、マンマシンチャートだとか出して、ここから問題点探るということですから、大体答えはあるっていうパターンできます、事例さんは。それと事例さんのそういう生産管理の先生っていうのは真面目ですから、全部課題になりそうな背景の情報って全部予見の中に入れてくれるんですよね。だから、出題者は、受験者は、それをちゃんと編集し直せば回答になりますから。それに対して事例の1の先生っていうのは、例えば今回も一番取り組みにくいだろうということで事例の1の28年の問題を入れてあるんですけれども、2ページから3ページにかけて、これ後でちょっと読んでもらって皆さんに少しチャレンジしてもらおうと思うんですけれども、印刷業さんですね、事例の1というのはメーカー出たり小売業も出たり業種はバラバラです。で、最終的には組織をどうする、人材のマネジメントをどうするという形で、事例の1というのは降りてくることになるわけなんですけどね。で、これ見るとね、例えばね、第1問ね、の、設問1と設問の2パーッと見て、当初立ち上げた一般印刷事業の事業展開によって A 社は成長を遂げることができた。その要因としてどのようなことが考えられるかって聞いてきてるんですね。というか、設問に見てください。一番最後。どのようなことが考えられるか。考えられるかって聞いてるのはですね、答えは予見の中にありませんよって言ってるんですよ。だからこれ類推しないとダメよ。これがね、初めて取り組む受験生にとっては一番厄介なんですよ。事例さんのように予見の中にあって、それをちゃんと発見して整理して提示すれば回答になるっていうふうにならないってことを言ってるんですよ。これが嫌なんだよね。要するに、かなりね、ブレる可能性ある。ましてや、一番台が、分かれたのは、実は第3問なんですけどね。これ後で興味ある人は、レックその他フィードバックされた受験生のデータを100件ぐらい入れて、我々分析するんですけどね。ものすごいばらつきです。こういうばらつきが高い時っていうのは、やっぱり難易度が高いってことだよね。わかるよね。中にはね、大体ほとんど事例さんだとか、事例の4っていうのは計算問題ですから、基本的にはできるできないがはっきりするわけで。だから、もう同じ答えがたくさん出てくるっていうのは当たり前の話でね。わかるでしょ？だから、事例の4っていうのはチャンス大きいんですよ。20点とか25点がまとめて取れるわけですから。だから80点夢じゃないんですよ。本当に。ところが事例の1とか2とか3っていうのは、そんな、設問30点だからっつって30点くれるような採点というのはほとんどしませんから、大体上限でも8割ぐらいですからね、そういう意味ではただし財務が取れねえと0点になります。すんごいリスクが高いわけだよ。ということは合格している人たちはかなり早くから財務を、その高みに上らせてるわけ、ガーンと、それで不確実性の高い位置にあたりに点数を配布するわけ。こういうポートフォリオを最初から考えて1年間勉強してますから、この連中はだから財務すごい強い。
まあ、1、2、3でへこんだ点数を4で取り戻すという形 で4にエネルギーかけてね、1、2、3はね、7割ぐらいのエネルギーでやってきますから、大体こう一見下手ってるように見える人というのはあれはね、嘘ですからエネルギー貯めて4に持っていってますから。初めて受ける人すんごい辛いよ、4になると。1とか2でエネルギー使い果たすとヘトヘトになりますから、うん、その辺だけよく考えて、あのもし何か必ず受けて自分の体力具合と測りながらぜひやってもらいたいと思うんですけれども、このね、第3問もそうでしょ、どういった人事政策を導入することが有効であると考えられるかになってます。答えないよって言ってんだよ。こういうのに比べるとね、3だとかは比較的この課題は何なのか明確にして対応策述べようなんていうのは、もうほとんど、あの予見文の中に、かなりのヒントとそのままの答えが出てますから、大体はね、うん、まあ、うまく拾い上げていけば、取れる、まあ、情報量が多いんですけどね。それに比べると1は、考えなければいけない、類推しなければいけない、下手したら台を外す可能性がある、あの台外しちゃった場合0点になる可能性もあります。台を外さなければ20点なら20点の枠の中で、評価が分かれてきます。上から下まで、だいたい事例の1の先生は20点で5設問きますから、まあそれもね、全部100字でしょ、これ見ていただくと分かるように決めてんだね、この先生ね。もう100字で5設問、2ページから3ページにかけて事例の1は載ってますから、いいですね。だから、1文字 の付加価値っていうのは平等なんですよ。ただし今言いましたように、今回見たら第3問と第2問の、そうですね、設問1か、この2つに関してはかなりばらついてます、答えが。これね、採点するのすんげえ大変だと思うんですよねだから本当のこと言うと、あまりばらつかないような問題出したいんですよ。その方が採点しやすいですから、採点者すんごい安いコストで採点してますからね。あの出題者が採点してませんよ。もちろんその学校の先生の教授の助手がやらされるわけでね、それもすんげえ安い、焼酎一杯ぐらいの値段でやってますからねだから字汚いとね、やっぱり嫌がられますんで、綺麗じゃなくてもいい、丁寧に書く。読めなかったらアウトですから、あ、読めねえで0点になっちゃいますから、いいですか、ここだけはしっかり。だからよく時間がなくなって、もう最後何書いてるか分かんない、バーッと書いてきたら、もうこの時点で0点だと思っていただければよろしいかな。まあ、そういう意味でも時間配分で丁寧に書く、これは心がけていただきたいというふうに思います。まあ、この音ばっかり喋ってると内容が喋れなくなるんですけれども、じゃあちょっと順序を踏んで喋りましょうかね。まず1ページ目、二次事例解放のスタンス。一応先ほどアンケート見てみましたら、初めての二次 の受験者が多いということなんで、ちょっと話はベースチックにこう、下ろしていきますので、ベテランの方は申し訳ないんですけど、そういうのは知ってるよっていう方が多いんじゃないかと思うんですけれども、1ページ目、この二次事例解放のスタンスというところを見ていただくと、ああ、なんだこれはと思われるかもしれませんが、要するに、コンサルタントとして、経営コンサルタントとしての力量を見たいという試験なわけで、で、一次試験の知識をある程度持ってるな。で、二次では、経営コンサルタントとしての経営上の問題点、課題を解決する能力があるかどうかを見たいわけですよ。でその時に、基本的にどういうことなのを見たいのかっていうと、まあ、どこにモニターあるからモニター見ていただきたいと思うんです。まあ、問題解決の技法っていうのはこうですよね。ある現象があって、でそれに対してある結論を出すと。はい、でその時に
ただ結論出すんじゃなくて、ある一般論を使って考えて、それで結論を出す。一般にこれは演繹法と言われるロジックなんですけれども、現象、ソクラテスが人間だっていうのが分かった、一般論に照らし合わせる、人間というのは必ず死ぬ、これ一般論ですね、だからソクラテスは必ず死ぬ、いわゆる三段論法の考え方です。で、経営の現象というのは、これは本当のコンサルはヒアリングしたり、書類で見るわけですけれども、予見文に、まあ載ってますね。だいたい2500から3000文字、多い場合はもっと多いんですけれども、それを読んで、それで、だいたい4から5の設問を読むと。言っときますけど、設問文というのはこれヒントですからね。回答を、こう、なんていうのか、条件つけて絞ってくれてるわけですから、余計読むよりは絶対設問を重視してくださいよ。うん、その、設問の条件に合わないこと書いちゃったらアウトですから、わかると思いますけれども。基本的にね、これだけは掴んどいて、正しいことを書くなんて思わないでください。そしたら一人よがりの回答になっちゃいますから、それよりも出題者が要求していることを書くんだっていう気持ちを捉えてください。当たり前なんだけど、案外忘れてますよ。いいですか？要求されていることを書くんですよ。正しいことを書こうと思うと自分勝手に考えちゃいますから、自分でね、予見文作っちゃったりするのね。それどこに書いてんのって言ったら、いや、私の頭の中に、お前の頭の中なんて知らねえよっていうことになっちゃうんですけれども、結構います。自信持ってる人ほど自分の回答を書いちゃいます。自分で宇宙作っちゃって、自分の会社のことを書いちゃいますそれじゃダメです。で、予見文と設問文からある結論を出す。この結論も2つあって、1つは分析を書かせます。だいたい第1問2問あたりで SWOT 分析やらせるっていうのはだいたいこれです。この企業の強み何って聞いて、で、それに基づいて、じゃあ将来どういう戦略をやるのという助言をさせます。出題者が出題趣旨っていうのを、発表しますから、それ見ると、これは分析系の問題だ、これは助言系の問題だ、必ず2つに分けてきます。はい、いずれにしても、我々コンサルの実際の仕事を見ると、分析の方が多いですね、やっぱりね。助言ってそんなにばらつかないんですけども、やっぱりその企業企業の強み弱みっていうのがあって、作業としてはやっぱり分析が多いですね、どちらかというと、はい、で、そこに行くのに、どこが評価されるかっていうと、実はこの思考プロセスが評価されるんですよ。まあ、もちろん分析内容助言内容はその結果なんですけども、なぜこういうところにたどり着いたのかという、いわゆるコンサルタントとしてのこう考えるという作業のところがこいつ向いてるかというのを見たいわけですよ。で、基本的には因果関係をしっかり整理されているとか、あるいは非常に創造性のある提案だとか、こういうのを見たいわけね。で、より具体的に言うと評価ポイント4つあります。1つは、一番大きいのは、設問が4つ5つあったとして、そのどちらかといえば方向性で、高級スーパーの方に、持っていきたいっていう方向は決めてるのに、毎日のように店頭で安売りやってるなんていう、具体論出したらこれアウトでしょ。どう考えてもコンサルには向かない頭だということになります、うん、ということは、一番大事なのは一貫性です。設問間の一貫性です。で、これに関しては大体あのパターンが決まってて、事例の1の場合には最初に開業分析させて強みを、書かせて、それから、強み書かせて、その強みを生かした、戦略を提案させる。企業、あるいは、
事業戦略を提案させる。で、その例えば高級スーパーの方向へ付加価値の高い戦略展開をやって競合相手と差別化するなんていうのをしっかり書かせるんです。で、その上でそれを実現するための例えば品ぞろえ戦略だとかプロモーション戦略だとかこういうのを後半に書かせるというパターンがきます。一番大事な大ミスっていうのはこの方向性間違えると全部アウトなんですよで、事例の一の先生はそれでもねまだね、まあ多少この辺の方向性が少しずれても、結構点数くれたりするんですけれども、事例2の先生は容赦ない0点です。その辺厳しいね2っていうのは。2はねこの場合ターゲットをミスした場合アウトです。そういう意味では要するに企業の戦略の方向性というのはドメインの設定ですから、そうすると事例の2でターゲットを設定するというのはドメインの顧客層負のところと関連してくるんですね。だから完全にドメインミスになっちゃう。でそうするとね、このドメインターゲットのニーズにフィットした形で 4P がだっと書かれていくことになるわけですけどね、マーケティングの場合、マーケティング戦略としての機能別戦略が書かれていくことになるんですけど、これ完全にフィットすればフィットするほど0点になってきます。ターゲットをミスすると。分かりますね。それでね、容赦ないんです。だから結構頭のいい人でも D もらう、事例には。それに対して事例の1はね、多少こう方向を間違ってもね、なんとかリカバリーの点数を与えてくれるんですね。でも満点近い回答にはならないという形になる。で、事例さんはね、あんまりその方向を問わせるっていう問題ないんですよ。大体方向は書いてくれます。出てます。で、それに沿わないような形の具体的提案書いちゃうとアウトですけれども、大体そうならないように問題文要件がこっちの方に行った場合にはっていう形。結構課題とか対応策のヒントっていうのは事例さんでは入れてくれるという形な。で、4の場合こういうそのなんつうのサスペンチックな問題って出たら誰もできませんからね、これね。だからちゃんと BSPL は明確に出て、でそこから計算力がしっかり出てるかどうかっていうのを見たいということになるんで、まああとはその数字を使った判断だけですから、まあ、そういう意味でこの初めての人にはぜひ財務で足切らない足切りに合わねえような対応策をまず取るということと、できるだけ60点に近づくような、その場合は1問と2問確実にできる、はい、いいですか、口酸っぱくして言いますけど、3問4問はできなくてもしょうがねえという気持ちでいる、割り切ってください。で、あと事例の 1,2,3 に関しては3でしっかり取るような事前勉強をやる。1と2は後藤の切り口集をその講座に出てうまい切り口を見つけ出して、なんとかその場で顧客じゃねえや、出題者の要求に合うような回答をなんとか作って55点でしのぐ、はい、こんな戦略を立てていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあそうするとですね、財務と事例さんで65ぐらい取らないといけませんので、こういうポートフォリオが新人さんの場合には向かいやすいんじゃないかな。でね、初めての人ね、案外事例の2が取れるんですよ。でね、ベテランになればなるほど事例の2でね D 食らう。複雑に考えすぎるから2ってすんげーシンプルなんですよ、だから案外素直な、分かんねえけど、予見に書いてあるようなターゲットでいいだろう、でそれに合うような形でいこうという、あんまり冒険しないとね、案外 A もらえたりします、まあでもこんなことばっかり言ってると虎の狸の皮残業ってことになりますんで、でもね、特典ポートフォリオのイメージは持った方が絶対いいと思いますよ、その意味では。あと自分の強みと弱みに、財務強いと思ったら80狙う、思いっきり進めます、はい、
投資分析まで頑張ってやる。そうすると80いきますから。まあ、一時で言えばファイナンスですかね。のところあたりもしっかりできる人は80狙っていくと、結構いいかなというふうに思います。事例の4が一番過去問の同じパターンで全く同じ流れで出ますから、あとは予見文を丁寧に読んで、雑音を取り除いて、で、しっかりと計算するということでいけると思います。で、1台はパスするぐらいの気持ちでいく。で、一番重要なのはこの一貫性。次に重要なのは、その具体性と総合性です。この総合性というのはできるだけ広い視点で書くということですよ。多面的な視点から持ってくる。これはコンサルにかなり要求されますけれども、マーケティングでもプロダクトでばっかりと課題探したり提言したりするんじゃなくて、やっぱりプロモーションもあるいはプレイスも、プライスってあんまり出ませんから、価格では勝負しませんので中小企業の場合だから、まあ、特にプロモーションと、プロダクト、少なくともこの2面からアプローチするといったようなお気持ちでいる。で、特に大事なのは事例3です。この総合性に関しては大体課題の発見というのは、品質にばらつきが起こっているですか、で、その生産のやり戻しをしなければいけなくなって、納期に遅れるだよね、で当然納期に遅れまいとすると残業してやんなきゃいけないから労務費がかかってコストがアップするすなわちこれ QCD です。いいですか。だから、一つの課題をこの QCD という側面から見ていくことによって浮かび上がってきます、課題が。こういうようにそうやってその、課題の提言もですね、9ばっかりで書くんじゃなくて、ほとんどね、9ってあんまり事例の3では出てこないんですよ。一番やっぱり出てくるのは D の納期ですから。で、そのための工程管理っていうのが一番出題で多いんで、まあ、そういう意味では D を中心に、9と、しかし9と C はどうなんだ。で、大体手戻りがあって残業が増えてますって言ったら絶対 C のところに問題来てるんだ、ということを考えなきゃいけないよね。わかるよね、で、そういう意味で、広い視野で答えを作る。ただし100字とか120字で限定されていると広く書くと一つ一つのテーマ内容というのはどうしても抽象的にならざるを得なくなります。そうすると具体性が出なくなります。具体性を強化しようとすると9しか書けないということになっちゃう。だからベテランになってくるとね、あんまり一貫性というのはね、間違いなくなってくるんですけれども、回答の評価の差が出るのは、この具体性と総合性で出るんですよ。で、この場合、100字で書けって言ったときに総合性を保証しようとすると、具体性がどうしても低くなる。具体性を出そうとすると総合性というのは弱くなる。この間のバランスを取る。これが回答密度です。この回答密度っていうのが慣れてきたときに、その、大のミスがない形で来たとして、70点とかのレベルに得点を伸ばしていこうとすると、この回答密度を上げていかざるを得なくなります。この時に役に立つのが切り口なんです。まあ、ミッシーって言って、MECD って書くんですけれども、漏れなく、ダブりなく論点を上げる。これはコンサルとして非常に大事な、スキルということになります。まあ、今映しませんでしたね。
この切り口、を持って、ね、回答を見つめる。要するに無駄なことを書かずに、適切に、例えば120字だったら、60字、60字で2点上げるとか、40字で3ポイント上げるとか、こういうね、切り口を用意することによって、実は、この表現がすごいしやすくなります。結論が、かなりいいものであっても、頭の中は評価してくれませんから、私の場合にはなぜか透き通りやすいんですけれども、出題者はやっぱり紙を使って、紙って言うのもこれじゃないですよね。答案を媒介して評価せざるを得ませんから、そうすると、すげえ考えはいいのに、表現したらバラバラだっていうのが結構来るわけですよ。初めてのね、受験者はやっぱりここなんだね。うまく表現できねえ。それをね、切り口使って、Q ではこうです。D ではこうです。C ではこうです。各パターンを作っちゃうんだよ。最初から。で、その時に、この切り口で用意する。だから一番よく使うのは、SWOT 分析の場合でも、外部面からはとか内部面からは、外と内なんて切り口っていうのはもうしょっちゅう使うことになるわけでしょ。その他皆さん方でも普通でも何がこう二つに分けるとかっていうことはやってるはずですね。好き嫌いとかね。でもあんまり好き嫌いってこういう事例では出てこないんですけどね。戦略論の先生はでも好きな戦略嫌いな戦略で見ていくっていうのは大事なんだよっていう先生もいるんですけれども、あえて言えば企業事業戦略のレベルと、それから機能別戦略のレベルは分けて書くとかね、言ったように、こういうね、切り口のね、手駒っていうか、これ常にこう、何か物を分析するときに使ってるっていうふうになると慣れてくるわけですよ。結構好き嫌いが多いんですけどね、私の場合はね。なんていうんですかね。非常に右脳型だとか左脳型だとかね、こういう捉え方もありますし、あんまりこれも使いませんけれども、一番よく使うのは内と外ですよね。それから機械と脅威、強みと弱み。こんな区分ね。これミックスすると SWOT 分析になるわけですけれども。それから量と質なんていうのも結構経営では使いますね。だから量を、たくさん作ってコストを下げる。でいくか、質のいいものを使って、単価の売り上げを上げるとか。これ全然違うアプローチになりますから。中小企業だとどっちがいいかって大体お分かりいただけると思うんですけどね。いいね。大企業ではやっぱり規模を大きくして、生産コストを下げて、それでもって、たくさん量を売るっていうのが、向いてるなっていうのは分かるよね。で、中小企業はどうしたって規模の面で勝てねえから、品質良くし、付加価値をつけて、たくさん売らなくても利幅を高めるという形で儲けていくという、これはビジネスモデルと言います。こういう、こう切り口分け方を常に使える、うまく使えるのを持つです。多分出題者がこの切り口で考えてくれるとすごいいいんだよねっつって、切り口を設問構造として出す場合もあります。平成28年の事例の2かな、かなんかで、売上イコール客数かける客単価でしょ。で、客数は、新規顧客と既存顧客。で、既存顧客の来店頻度を上げるなんでね。だから客単価は、一品当たりの平均単価を上げる、かける、たくさん買ってもらうんです。購買点数です。この方式でね、28年の事例にはね、確か新規顧客を上げるための、プロモーション、それから第3問は既存顧客の利用頻度、この企業はパックツアーの旅行会社なんですけど、だから、すっごい上等顧客っていうのは年に何回もこう利用してる。で、その段差あるのは、その利用頻度が低かった、これを発見させるというものだよ。
で、第3問はね、新しく展開した付加価値の高い、新商品のパック、旅行を開発して客単価を得るというスタンスなんですよ。非常にこの切り口を設問構造に入れてあるという、なかなか優れもの。28年の 2かな、旅行会社、これ絶対見てね。これ2の先生得意だから、客数イコール、売上イコール客数かける客単価でかけ、で客数に関しては新規客と既存客の利用頻度で、客単価は一品単価上げるということと、それからたくさん買ってもらうというね、一品にね。で、結局この今言ったように、この問題っていうのは新規客の誘い込みだな、これは既存客の来店品利用頻度だな、これは客単価だなというふうに設問の構造を捉えると大ミスなくなるわけだよ。これが分かんねえと全然トンチンカンな答えになってしまう。つまりこの一貫性を確保していくには、考え方としては設問構造をしっかり捉えるっていうのがすごい大事だ。でこれによって、大ミスを防ぐ。一番大きいのは大ミスですからね。でこれを防ぐには設問構造を明確にして、できるだけどの問題やるときでも、この設問は環境分析だな、この設問は事業戦略だな、この設問は人事戦略だな、人的資源管理だな、いうふうに抑えていけば、こういうのをレイヤーっていうんですけども、この縦のレイヤーミスっていうのがものすごい失点になりますから、ここをしっかりしておけばそんなに大きくはその弾かれない。あとはその中でどれだけ回答密度を上げていけばいいかを考える、はい、であとはその用意した切り口に基づいて適切に表現する、はい、この3つです。大ミスを防ぐ、回答密度を上げる、分かりやすく書くです。で言ったってそれ、じゃあそのコツどうするんですかになるよね、やっぱりね、うん、だから、ただしね、設問構造はねの把握はね、トレーニングもいるんですよ。事例によってバラバラだから。だから大体今俺が言ったように、事例の位置はほとんど環境分析、事業戦略、組織人事戦略管理、うん、という流れになってんで、でそれも、後ろの設問ほど下のレイヤーに来るという形で捉えておけば、それほど間違いないということになるんですけれども、中にはねその順序逆にしてくる先生もいますからね。事例の3の先生ってね、案外一番最後に企業事業戦略持ってきたりとか、将来の方向を持ってきたりっていう形で結構あったりしますんで、まあ間違える可能性が結構あるんですけれども、でもそれってね、トレーニングしないとなかなかこの設問構造の把握っていうのはうまくいかないんですよ。だからたくさん事例やって、1,2,3,4 の、まあ4ってあんまり設問構造は、まあ第一問の経営分析っていうのはあれは環境分析ですからね、事例読んでいる経営分析っていうのはSW 分析ですから、まあ大体パターンは、そういう意味では環境分析を定量でやるっていう形の経営分析が第一問で来る。だから第二問の CVP っていうのもあれも、実数面からやる、環境分強み弱み分析ですからね、ある意味ではね、そう捉えていけば、まあ、であとは投資分析っていうのは戦略に対する定量的な提案ですから、この投資はやるべきだとか、やめた方がいいっていう、そういう構成になってるんですよ、大体はね。
で、実はですね、この表現もね、トレーニングなんです。コツっていうのはあることはあるんですけれども、結構トレーニングです。で、一言、この表現ですんごい大事になってくるのは、オウム返しです。なんでこれを言うかというと、設問の中に、これこれについて書いてくださいよねってこう来るわけですよね。だから第2問の3ページにある平成28年の第2問の、その例えば設問1は何を要求しているかというと、新しいアルバム事業を拡大していく際に留意すべき点は何なのか。これ留意すべき点っていうのをすんげえ題が分かりにくいんですよね、実はね。本当に事例の1っていうのはね、本当に頭疲れますよ。でも朝一発でしょ。だから午前中にね、ヘトヘトになるんですよ、結構。そのおかげでこんなにね、毛が抜けたんですよね、私もね。毛の話ばっかりしますけど。はい、いいですか。でね、これはでもね、まあでもはっきり留意すべき点を書けって言ってるわけですから。で、それも条件ついてるよね。学校、これまでやってた学校アルバム事業の違いを考慮して、留意すべき点を書けというふうに言ってるわけですから、案外絞り込めるなという感じがします。それから設問の2は、これまで学校アルバム事業を中核に据えた機能別組織体制を採用していたが、複数の事業間で全社的に人材の流動性を確保する組織に改変したんだというのが予見にあって、でその理由を書けですから、いいですね。でこういう場合、この理由っていうこの漢字2文字にグリグリと、グリグリと書いておかないとダメ。いいですか。で、オウム返しっていうのは、この100字のマス目がありますけど、マス目の一番頭に理由はって書くんですよ。いいですか？これがオウム返しです。当たり前のことですけどね。思わず書かない人結構多いんですよ。もうそのまま内容書いちゃう。理由の内容書いちゃう。でも、レックで教えてるのは、このオウム返しっていうのは、試験の説問を読んだときに、もう、この第2問設問の2の頭に理由はって書いちゃうんですよ。設問読みながら。わかります？そうすると絶対大ミスはありませんから。そんなこと教えて金取ってんのかって思われるでしょうけど、すんげえ大事なんですよ、これ。失敗してみてごらん、これ。1年間棒に振るんだよ、大ミスって。内容書いてる人結構多いんだよ。理由書かずに。でね、メリット書けって書いてるのにデメリット書いてある。そしたらあまりね、メリット書けって言ってるのにメリットもデメリットも書くのね。で、デメリットは採点されませんから、わかるよね。せっかくの100字で20点を、もうその時点で10点しかもらえねえ形に自分でしてしまってるわけで。こういうね、絶対大ミスの一つは表現のところのミスにあります。だから、最初からその、表現で大ミスをしないようにオウム返しで回答に書いておくんですよ。理由はとか、メリットはとか、うん、そして後から、その、設問だとか予見読んでる時にね、聞かれてる内容を忘れてしまってる場合が結構多いですから、いいですか。これ結構大事なことなんで、うん、で、なんていうのかな、このオウム返し気をつけて、で、二つ書きなさいっていう場合に結構ミスになるんですね。だからメリット、デメリットだったらまだ書きますけれども、その内容と理由について書きなさいって言われた時、どっちかミスるんですよ。だからその場合、内容はと書いて、二、三行置いて、理由はってもう最初から書いちゃう。で、字活は後で合わせるときに消しゴムで消せばいいだけの話ですからね。わかりますね。
こういうの心がける、全然違う。いいですか。はい、今日はね、切り口なんでそういう内容を教えるんじゃなかったんですけど、思わずみんなの顔見たらすげえ鉛筆が走ってるんで、ああそういうのってあんまり聞いてなかったんだなと思って今情報提供したんですけど、はい、要するに、コツの3つ、今言いました。はい、設問構造を明確にする、しっかり書く、2つ目、回答密度を上げて、設問構造をしっかり捉えて大ミスのないようにする、切り口を、できるだけ、使えるやつを身につけて回答密度を上げる。で最後は分かりやすく書く。でその前に大ミスしないようにオウム返しを心がける。いいね。で分かりやすく書くについては、いわゆる、これ司法試験なんかで教える内容ですけど、三単文というのを司法試験なんかでよく教えるんですね。三単文の一つ目の単は、短いです。単文だから、120字で書けって言っても60字ぐらいで2分に分ける。80字丸から丸まで80字以上で書かれると、普通他人はフォローできませんから。だからできれば100字で書けって言っても50字50字で真ん中に丸をつけるぐらいの気持ちでいる。実はこのオウム返し型でいくと、結論先出しにどうしても最初になるんですね。で結論先出しで理由はこれこれこれです、で具体的にはとかいう形で展開型って言うんですけど、1,2,3 とかね、箇条書きで書く。で100字であれば結論30字で書いて、40字30字ぐらいで箇条書きで2つ書けばこれで100字になりますから。こういうね、文章パターンを自分で作っておく。最初からその場で考えるんじゃなくて文体を持っておく、自分で。これ大事。あとはこのパターンに合わせて内容を入れ込めばいいわけでしょ。それでこの箇条書きの具体的な 1,2 っていうのは切り口を持ってくればいいんですよ。量的にはとか質的にはとか、内部面からは外部面からはとかっていうような形で、必ず考えるというふうに持っていけば、自然に頭で考えてそして表現につながるようになりますから、いいですね。で、できるこうやって書いていけば自然に一文が短くなります。これが三単文の単、結論プラス箇条書きっていうのは必然的に単文になる。そして必然的に文体がシンプルになります。これが二つ目の単、シンプルという意味の単。複雑な構文は使わない、入れ小細工みたいな。小説だったらいいですけどね、これはあくまでも短文、短い論文ですから、分かりやすく書かなきゃいけない。三つ目がなかなか分かんないんですけどね、これね、淡いっていう字の 短文って書くんですよね、司法試験なんかで。薄いだったら、また薄い話になっちゃったね、そのね、淡いはね、ごてごてと就職しないな。単刀直入にこれはこれですっていうふうに、であんまり感情を入れない、あ面白いなと思って聞いてましたですけれども、これは使えるなっていう感じですね。この三単文、特に前の2つは気をつけていただきたい。どうしてもダラダラと長く書くというタイプになっちゃった場合、考えがまとまっていないということになります。考えがまとまっていないということは、この切り口がきちっと使えてないということ。はい、もう時間が来るんで、大体3ページを見ていただくと、この設問構造の、書き方ですね。事例1は大体このパターンでいけるかなっていう感じですね。1問2問は内部環境分析。まあ、この印刷事業者が、これ必ず28年過去もやってくださいね、皆さんね。模範解答を先に見るんじゃなくて、自分の頭で説明構造を考えてみる、
そしてどんな切り口が使えるのかなっていうのを考えてみると、その学校アルバム事業を主にやってたんですよ。卒業アルバムとか、そういう写真屋さんで、それでたっぷりと何十年もやっていい品質のアルバムを作ってた。だから強みは、その、いい品質のアルバム帳ね、何年も宝のように持って、その、なんつうの、ボロボロにならねえような想定がいいとかね、そういう品質をうまく作ってた。でもよく考えてください。この人たちの印刷屋の顧客って誰だろう。ね、町の写真屋なんだよ。学校に行って写真撮ってくる写真屋さんから発注されるんだよ、実は。それでずっと、だから特定の営業なんてしないわけ。チャンネルが決まってっから。そうすると、それは規模で撮れるわけ。たくさん撮れるから。だから、まだ子供がたくさんいるとか、そういう時代っていうのは、規模の計算が働くわけだよ。それ用に、機能別組織で展開してた。だから、たくさん量さばけるように、あんたは写真を整理する係とか、印刷する係とか、製本する係。だから、組織も、機能別組織なんです。一時の勉強で、機能別組織っていうのは、規模の経済を獲得するための組織だ。習ったでしょ？こういうふうに来るんですよ。ところが、少子化、それから町の写真屋はいなくなる。お客がなくなるから、いわゆる個人の思い出のための、一般消費者向けのアルバム作りだとか、それから美術館向けの、いわゆるそういう、ブックだとかね、こういうところに新規事業展開をしようという、こういう流れになってるんですよ。そうすると、今まで強みだったその規模の経済が生きなくなってくるから、今度は何しなきゃいけないの？営業しなきゃいけなくなるんだよ。ところが、今までその営業しなくてもいいから、低コストでできたのに、その強み持ってないんだよ。だからビジネスモデル変えざるを得なくなった。こういう流れなんだよ。で、一般消費者向けっていうのは、学校の場合っていうのは、前年の何月かにとって、卒業までに仕上げればいいんでしょ。だからたっぷり見込み生産できるわけだよ。ところが一般消費者のアルバムだとかはそんなこと言わないよね。すぐ作ってほしいとか、ニーズも多様だよね。だから、営業し、非常に高度な営業しなきゃいけないのと、そういう企画生産から製本まで一貫した流れでダーッと作んなきゃいけなくなってくるんだよ。で、それと美術館とやっぱり一般消費者ではニーズが違う。だからそこで言ったように、第2問の設問の2、学校アルバム事業を中心について機能別組織体制を採用していた複数の事業間で全社的に人材の流動性を確保する組織に改変した。この理由は何か。すんげえ難しい問題でしょ、これ。今まで規模の経済で生きてた機能別組織じゃもうできなくなって、ニーズが異なる顧客にそれぞれ対応していって、それぞれのニーズを聞き取って提案し、こういうやり方しなきゃいけないから、顧客別の事業性組織にしなきゃいけなくなるわけだよ。で、さらに、そういう顧客情報を新規事業に結びつけるには、部門別のコミュニケーションのない状態っていうのは絶対ダメなわけで、顧客の情報を共通で全社的に持たなきゃいけなくなるわけ。そうやってスピード高く柔軟に動いていくっていう組織が必要なん、これを書かなきゃいけないんだよ。あんまり難しくしちゃうとみんなやる気しないけどね。かなり難しい問題だったことは確か。ということは正解なんてあんまりいないわけ。そこまで書ける人って。だから上限に合わせて点数は結構緩くなったりするんですよ。これは。はい、でもこれは一貫性のある今までの流れからわかるでしょ。強み弱みを分析して、で、ここに持ってくる。これまだいいんだけどね、第3問の方がすごくばらついたのね。この組織、これ組織体制ね。まあある意味で言えば組織形態。規模の経済じゃなくて、多分これは、
顧客の環境がかなりばらついてるから、できるだけ意思決定を早く持っていかないといけない組織にしなきゃいけないわけだね。これは経済性原理でいうとスピードの経済です。スピードの経済を保障するプロジェクトチームとか、まあ見るからにこれはマトリックス組織なんですけれども、こういうのを作り上げていかなきゃいけないよね。だから、スピードの経済に向いた組織構造っていうのは、プロジェクト、あるいはマトリックス、こういう形で捉えて書かなきゃいけない、ということになります。で、最後はそれに向いた人材マネジメントをやんなきゃいけない。これも、で、第3問はすごいばらついたんですけどもね、まあ、これ結構一般論になってしまう可能性があるんですけど、有能な人材を確保していくためには、この確保っていうのは一体何を要求してるのかってこと。まず何来る？確保って言ったら。これ人材マネジメントで言ったら。採用来るよな。だから一つはやっぱり採用で書かなきゃいけない。多分インターンシップあたりを書く形なんかは結構あり得るかなと思うんですけど、ここから切り口が入ってくる。ただしそれだけで100字を埋めるかリスクが高い。もう一つ確保だから入ってきて辞められちゃダメなんですよ。だから維持活用になります。できるだけ総合的に書くわけだから、少なくとも採用と、いわゆる、なんと定着二つの面から書かなきゃいけない。で、今度は定着はじゃあ給料上げればいいのかちょっとそういうわけじゃなくって、多分やりがいでしょうね、やりがいを、すなわちモチベーションの話を書かないといけない、で、この時にどういう人材を入れたいのかによってこの、モチベーションがどうやれば高まるのかっていうのを考える。まあ、こういうふうにね、それから、この定着の方もね、二つに分けて書くといい。例えば、中高年の主婦なんかの非正規が多いとかっていうふうになってきた場合、この人たちを有効活用する。何年か前の事例の2かな、世田谷食品の話で出たんですけれども、電話受けてる人たちが中高年の、主婦が高い。普通は正規社員にしちゃえって言うんだけど、これはアウトなんですね。非正規でやる気を起こさせるとか、まあ、やめさせないという方策を書かなきゃいけない。一つはね、やっぱり、賃金はね、波以上でもらってるって言って。そうするとやっぱり、子供がまだいますからね、いわゆる働く環境づくりでしょうね、これね。柔軟な時間の設定。もう一つは、この、最前線の顧客のクレームだとか来るわけで、こっから瀬戸内食品も新製品の開発を向かわなきゃいけないんですけどね、グルコサミンだけではダメなんで。そうするとこの人たちがニーズを獲得できる最前線にいるわけだよ。で、商品開発に提案していくっていう流れ、これって自己実現の方なんだよ。すなわち環境の整備とプラス積極的にやる気っていう二本立てから切り口で持っていくといい評価になる。これは誰が言ったの？モチベーションの、ハズバイが好きなんだよ、この事例一の先生。いわゆる最初の方は衛生要因な。それから後ろの方が動機づけ要因。こういう形で両立てにして回答していく。いうことになると100字カツンと。こういうのが切り口なんだよ。これをね、現場でアイデア出そうと思っても出てこないんだけど、こういう切り口を、もう、自分のフレームワークの中で入れとくわけ。そして予見に当てはめて書いていく。で、ましてや岩崎直人さんはハズバーグが好きなんだっていう情報が入っていると、ハズバーグの切り口を結構うまく使って書くとピタッとくるように誘ったりしてる、これがね、切り口なんだ。まあもう時間が来たんでやめますけども、まずこういうね、設問構造は実際に問題にあたって自分で手を動かして書いてみないといけない。事例の1は大体このパターンパクれます。2は難しい。なぜかというと企業戦略と、機能別戦略のマーケティング戦略というのは一体化してるから、こんなふうにはきれいに切れないんですよ。
3はね、比較的これがパクれます。企業事業戦略があって、それから生産戦略だとか、の機能別戦略が下に来るというパターン。ただし事例さんの場合にはその下に必ず情報戦略が入って、そういう生産現場のサポートに回るっていう形になっていくから、その辺さえ気をつければ、大体3はかける。いいね。で、4はシンプルですから。あまり設問構造を持たなくても。から、切り口に関しては、次のページに、事例1、2、3、4という形で、典型的な、切り口の、キーワードを入れてあります。問題として。穴開けてあるから、例えば、ポイント第1問 SW 予定分析で意識することを、考えて、で、またビジネスモデルを考える上では、何とかの経済性、何とかの経済性、経済性原理で切ってみると、もちろんこれは一番頭は規模の経済だよな。ただし規模の経済はもう生きなくなってきちゃってるんで、当然一番最後はスピードの経済。あるいは中小企業であれば連結の経済。他社と連結して経営資源を補強するという形を考えていく。特に事例の2ではこれが来ますね。連結の経済がね。っていうパターンで切り口を覚えておくと、このビジネスモデルは規模からスピードへという形で入っていくといいねという形で、題を大きくミスしない、そして回答密度も高めるというような形で持っていけることになるかもしれません。その下の外部環境分析はもちろん機械と脅威でしょうね。やっぱりね、この辺は。でね、こういう穴で典型的にトレーニングやりたいと思ったら、そういう何年かの問題というのが入れてありますから、こういうので過去問やってみて、あ、ピタッときたっていうふうになるはずですんで、あんまり当てはまらない事例もありますからね、中にはね。だから、ここで紹介していく、まあ僕の9月15日のやつも、この切り口が典型的に来ているっていう事例を過去から入れてありますから、まあ一番ティーバッティングみたいに簡単にトレーニングするにはいい事例を使うっていうのがポイントですんで、でそうやって、その切り口に慣れていっていただけると、腕がだんだん上がってくるという形になってくると思います。でそういう意味で事例の2だとか、それからその次の事例の3だとかね、4なんかも入れてありますけれども、だいたい穴が5、6個から10個ぐらいまで入れてあります。ぜひやってみてください。これで全部入るようだったら来なくていいから、俺の授業に。教わりたいぐらいだよ、こっちが。半分入らなかった人は、聞きに行ってみようかなと思っていただけるとありがたいかな。実はこれ一時で勉強してるんだよ、全部。しかし、その一時の知識が使えないんですよ。なかなか。知ってるのとね、使えるのとでは、雲泥の差がある。最初の、この1ページ目の、ここ。思考プロセスに持っていくのに、知識、一般論、ルールを使うんだよ。いいですか？これが今穴で埋めようとした一時の知識なの。で、一時が受かった人っていうのは、これは認めたよっていうことになるわけですからね。使えなきゃダメなんだよ。でも使えるまでね、腹に落ちてないのよ。落ちるっていう言葉はあんまり使いたくないけども。うん、腹にね、落ちてくるとこれが1次じゃなくて 1.5 次知識になるの。2次に使える知識。だから俺はまだ1次知識だなと思っている人は、実際にこういうような問題やって、で、典型的な過去問をやってみて、で、この答え、後藤に聞きに行きたいなというふうに思ったら、9月15日か、来ていただければいいし、なんか今年は、あれらしい、通信でも、売るという話なんで、まあでも、私のね、一番前に座って、私の唾かぶった人は大体合格してますから。まあ、それ一緒に楽しんで勉強やりたいとしたら、ぜひ来ていただきたいというふうに思います。はい、4分ほど延長しましたですけれども、今日はとりあえずこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。